ちゃん僕も君も分かってたはずなのさ。分かってねえのはあいつだけ。だからあいつは知らなきゃならねえんだ。自分の魂の在りかを。な、お前は死神じゃねえ。だが、ただの人間でもねえ。お前の母さんは。私は黒崎正樹、クインシーです。黒い、ホロー。バカ野郎、何を。他の死神もみんなこんな感じなのかな。どうして正樹がこんな目に遭わなきゃいけないんだ。恩人を見殺しにした俺を、明日の俺は笑うだろうぜ。俺はただ、正樹に振り回されていることが幸せだった。聞いていけ。あの日、母さんが死んだ本当の理由を。親父、行ってくるよ。いちご、お前は強くなった。待ってくれ、ザンゲツ。それがお前の真の残白と、ザンゲツだ。引き抜けよ、チャンイチ。てめえの残白とだ。俺は、俺自身で戦う。ありがとう、ザンゲツ。あんたは、俺だ。ソウルソサエティは深い傷を負った。情けないな。石田瓜生、私はこの桃を我が後継者に指名する。陛下の後継者はてっきりあんただと思ってたんだ。僕は全てと決別してここに来た。お前に未来を見せてやる。やれやれ、まさかこんな形で血のりを潰されるとはね。下される命令は一つ、瞬時に敵全軍を殲滅する。予想通りってことは、あんたらそれでも致命的だってことだぞ。挽回を取り戻す方法が完成しました。挽回弱蓬莱方面。よく帰ってきた、氷林丸。仲間やられたんは腹立つけどな。仲間がおったら使い技っちゅうのもあるんやで。挽回坂島横島八方塞がり。逆さまが何だって。ダッサ挽回国上天元妙断崖上へ。嘘でしょ、私の中にねじ込まれてく。テンカウントで片付けてやろう。ザ・スーパースターマスクド・マスクリン。こんなもんにやられやがったのか、あのバカ。お代は君の命だよ。何者だ貴様。悪党だよ、挽回。そう、旅丸ザガ鉄砲。陛下はいかなる存在なのか、お前には話しておいてもいいだろう。君が今まで避けてきた恐怖に心を焼き殺されるがいい。強くなったな、ルキア。兄様が私を挽回。八下の咎め。せーの、な、なんじゃそりゃ。受け継がれたんですね、無能派な隊長の名を。俺がザラキケンパチか。強そうだ、想像通りにね。理屈の通じねえのは時代じゃねえぜ。不思議だよ、なんで僕はこんなに、今僕はこんなに気分がいいんだ。ごめん、野ざらし。化け物め。騒ぐなよ、単純な話だ。俺に切れねえものはねえ。わめくなよ、すぐに邪魔じゃなくしてやら。隊長さんはもう死ぬんです。はい、みんな切腹。一網打尽じゃねえ。何だよ、注がれた力の大きさに耐えうる器か、砕ける茶碗か。あいつは本当の死神になったんじゃ。死神を踏み越えた本当の死神にの。あんたにこんなこと言う時が来るとはな。助けに来たぜ。来たか、黒崎一。何こいつ、油断しちゃいました。息になってんじゃねえぞ。決が充実だ。始まったか。感謝しよう、我らを光のもとへと導いてくれた者に。ユーハマハ、逃がすか。どうさねって言ったろ。石田、帰れ。黒崎、お前には陛下を止めることはできない。なんでお前がそこにいるんだって聞いたんだよ。リヒトレーゲン、待たせてごめんね、バンビちゃん。知事が欲しい、欲しいよ。汚いな。アランカルにでも任せるしかない、ね、出てきていいよ。隊長さん。隊長、副隊長が揃いも揃って死体とは、情けなくて笑いもしないね。悲しいよね。戦いは全て愛のために起こるんだよね。ケイロ、その姿は。私のゾンビ、愛など通じぬ。そうか、ここが霊王宮か。招かれもせぬのにこの霊王宮に立ち入るとは不当だ。儀式に暴れてくれていいよ。驚くのは早いぜ、客人だわ。雑魚に通らす道はねえ。黙ってまとめてかかってきなよ。
年を取ったとは言うてもまだまだいたずら坊主じゃな。じゃから軽々しく名を呼ぶなというのに殺すか。